야. 여기서. 하. 가시고마리마시.
界拳。3秒後、貴様は死ぬ。優先。動け。敵を制するは制する。お前はもう死ぬ。ごめんなさい。北斗残骸拳。3秒後、貴様は死ぬ。はい。はい。俺の街にしてやれ。Thank you.
胸が高ぶっちまって。ああ、はい。俺の街にしてやれ。指をくわ。はい。
せ。
印刷終了。家に帰る時が来たのです。I'm not afraid to die.
ありがとうございます。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。お願いします。いらっしゃいませ。どうぞ。盛り上がっていきましょう。ようこそ。ごゆっくり。かわいいね。会いたかったです。ありがとうございました。どうです、どうぞ。最高だよ。美人じゃないか。すごく楽しかったよ。いらっしゃいませ。ごゆっくり。楽しいね。かわいいじゃない。今日は最高だ。いい時間だ。大満足だよ。ありがとうございました。今日は最高だ。大満足だよ。タイプだよ君。どうぞ。今日は最高だ。美人じゃないか。お待たせしました。行きます。楽しいね。大満足だよ。どうぞ。だいぶ酔っ払ってきたな。今日は最高だ。ごゆっくり。任せてください。美人じゃないか。お感じは最高だよ。また来てください。今日は最高だ。最高だよ。すごく楽しかったよ。今日は最高だ。すっごく楽しかったよ。最高の気分です。タイプだよ君。すごく楽しかった。楽しいね。美人じゃないか。楽しいね。大満足だよ。かわいいじゃん。
飯食べに行こうっと。ケンシロウさん、ついに時が来たようです。スフィアシティに一体何が起きようとしている？スフィアシティが真の姿を現そうとしているのです。知っているんだな、その正体を。このスフィアシティは核戦争前の旧世界の英知の結晶とも言うべき軍事施設、はい、正確に言えば世界最大の核ミサイル発射施設なのです。核ミサイルだと？スフィアシティから湧き出る水や電気も全ては軍事施設を今なお稼働させ続けている高速増殖炉によるもの。この分厚い透明の壁がかつて世界を終末に導いた核の炎から施設を守ったというわけか。スフィアシティは戦争前の力を残したまままだ生きています。父が町を外壁で囲み衛兵隊を作ってまで部外者の侵入を防いだのはその事実を知られないようにするため。再び核戦争を起こさないためか。おそらく奇跡の間と呼ばれる塔の最上階はスフィアシティを制御するための部屋。最後に核ミサイルのスイッチを押した人間が生き残れるようにするために用意された生命維持装置。私はそう考えています。それが奇跡の間の正体というわけか。では地震はなぜ起きた？おそらくですが核ミサイルと何らかの関係があるのかと。キサナ、お前に話しておかなければならないことがある。何でしょう？ユリアの生存を確かめるために山に登った時ある男に会った。ある男？長い間山の上からこの町を見守ってきたらしい。男は3年前にこの扉が閉まったことも、そこで何があったのかも知っているようだった。その男がお前に伝えてほしいと言ったのだ。もしもの時は地下に避難しろと。避難しろ、もしもの時が起こりうるということですね。ごめんなさい、今まで黙っていて。いや、お前がユリアを拒絶していれば今頃彼女は死んでいた。感謝している。私は感謝されるようなことはしていません。ただ剣王様のご意志に従っただけです。何？剣王だと？そう、以前お話しした父ナダイが仕えていた方とはあの剣王、あなたの兄上ラオウ様なのです。大変だ貴様！
どうしました、ジャグル。剣王が町に乗り込んできやがった。な、ラオウがここに。痛いやつからかかってこい。いらっしゃいませ。ありがとう。待ってください。いた。待てよ。ケンシロウさん。お前いつまでここにいるんだ？なぜ貴様がここにいる、ケンシロウ。おい、貴様。お待ちしておりました、
剣王様。約束通りユリアを受け取りに来た。受け取るだと？どういうことだ？貴様よ、ユリアは奇跡の間にいるのか？はい、ここにいるケンシロウさんが山頂から生存を確かめております。ならばそこへ案内しろ。ですが剣王様、スフィアシティの扉は固く閉ざされており、中に入ることはできません。ナダイはどこにいる？剣王様、申し訳ありません。父は3年前に亡くなりました。何？ナダイが？死んでいるのならもはや手遅れ。ならばスフィアシティは完全に目覚めるであろう。ラオウ、どういうことだ？ケンシロウ、貴様は山頂からユリアを見たのだな。それがどうした？貴様よ、その山頂に案内しろ。仰せのままに。全てを知りたくば貴様も山頂に来るがよい。何がどうなってんだ。とにかく俺たちも山頂へ向かおうぜケン。いつまでここにいるんだ？おや？おい、来てる！そうだな。
よし、
おい、剣王様、このスフィアシティでこれから起きることをご存知なのですね。ナダイから全て手紙で知らせを受けておる。やはりそうでしたか。キサナイ、あの奇跡の間の神代は何かを分かっておるか。ええ、核ミサイルの起動装置ではないかと。そうだ、あの部屋の中央にある寝台に人が横たわり眠りにつくと、スフィアシティの扉は閉まる。扉の横の砂時計は砲台にエネルギーが充填されるまで残り時間を示しておる。つまりあの砂が全て落ちた時、このドームは完全に開き発射の準備が整うと。眠る者が目覚め、寝台から背を離したその時、世界は再び核の炎に包まれる。ユリア様が起き上がった時、全てのミサイルが発射されてしまうということですね。ユリアの傷が癒え、目覚めるまでの間にこの扉を開け、奇跡の間から連れ出すつもりだった。だが名代なき今、もう扉は開かれぬ。ナダイは扉を開けられるのか。かつてこの軍事施設を発見し閉ざされていた扉を開けたのはナダイだった。なんだと。剣王様、あれは…ここが扉のようです、剣王様。ここは、おそらく軍事施設。旧時代の遺物のようだな。そのようですな。まだこんなものが残っていようとは。しかしその遺物もうまく使えば新時代を切り開くこともできましょう。壁の向こうには水が湧き出ております。この資源を使えばここにあなたの居城を築くことも可能。我が波動の礎になるために待っておったか。ならばまずこの扉を開けねばなるまい。オクト超常波。我が奥義、超常波を跳ねのけるか。剣王様、ここは私が。ナダイ、何を。我が剣、名と経験の極意は陶器を雷に変化させ増幅し操ることにあります。この旧世界の危機の仕組みも我が剣によって生み出せるかもしれません。
見事だ、ナダイユ。はどうやら地下から水を汲み上げているようです。しかもその原動力である電気もここで作られている。ならばその電力はどこへ。剣王様、あの塔へ行くぞ、ナダイ。剣王様、これは、うん、お待ちください。ここに伏せし者、あらゆる傷が癒され、無垢なる肉体へと帰り、その清らかなる身をもって新たなる世界の神にならん。新たなる神が目覚めし時、神の殻は破れ、天空に新世界を告げる槍が解き放たれん。これは核ミサイルの起爆装置だ。何だと。よいか、ナダイユ。ウヌはこの水と電力を使い町を築け。その町の統治者となってこの施設の正体を隠せ。では剣王様は。我が波動にこのような異物は不要。ナダイユ、必ずやこの施設を守り抜け。剣王様。昔、父とそのようなことが。ラオウ、なぜお前がユリアを助ける。お前はユリアが欲しいのか。だがお前が世界を滅ぼすような危険を犯すとは思えん。答えろ、ラオウ。なぜそこまでユリアにこだわる。お前はユリアを一人の女だと思っているかもしれんが、ユリアには隠された真の価値がある。何、どういうことだ。貴様は知っておるか。ナント政権に語り継がれる究極の奥義を。究極の王妃。ナント政権108派、その頂点ともいえる王妃。その王妃の威力たるや天をも引き裂くと聞く。我が波動のためこの世の全ての剣を知り滅ぼす。それが剣王を名乗る我が野望であり本懐。だがその奥義を体得するには、ナント政権直系の血筋、ナント最後の章が必要だと。俺はその章を探し続け、やがてたどり着いた。ナント最後の章、それがユリアだ。何、ユリアか。故に俺はユリアを生かした。ユリアはなんと究極奥義の鍵、この時代を握るための鍵なのだ。だがナダイがおらぬ以上それも手には入らん。核ミサイルが発射される今、突
止める方法はただ一つ。ここからユリアの命を奪うのみ。ケオー様、邪魔をするな、ケンシロウ。ナダイは生きている。何だと？知りたいなら俺の剣に聞け。なぜ？俺は何があってもユリアをあの場所から連れ出し共に生きる。貴様はナダイが生きていることを俺に教え、あえて戦う道を選ぶか。ユリアのためにラオウ、お前を倒す。お前の野望もここまでだ。ふん、思いやがる。いい機会だ、違いを見せてやろう。二人ともおやめください。これは俺たち兄弟の問題、口出し無用だ。ケンシロウさん、ここでは狭すぎる。山の麓まで来るがいい、ケンシロウ。そこで貴様との決着をつけてくれ。いいだろう。あの、ああ、うん、死ぬ覚悟はできているようだな、ケンシロウ。覚悟するのはお前の方だ。ほう、闘気をまとえるほどにまでなったか。行くぞラオウ。ケンシロウよ、貴様を倒しこの場所を北斗神拳終焉の地にしてくれるわ。
成長を見せてみろ。図に乗るな、ケンシロウ。僕と王将。
剣。でやれるようになるとは。お前の負けだ、ラオ。ふざくな。この程度の傷を負わせたぐらいでこの剣王に勝ったつもりか。まだ勝負はついてはおらぬ。まだこれほどの闘気を。まだまだ待ってごときに遅れを取るつもりはないわ。ほう、これほどの圧倒的な闘気の違いを前にしてまだ構えるか。そこまでしてユリアを奪われたくないようだな。貴様もなんとの究極奥義を手に入れたくなったか、ケンシロウよ。そんな奥義など俺にはどうでもいい。俺にはユリアが必要。それだけだ。何？貴様は力を望まぬと。ああ。ウヌを伝承者に選んだ我らが師龍剣の意図がようやく見えたわ。北斗神拳は愛、そして悲しみを背負う者こそが最強に近づける。死、龍拳は死ぬ間際にそう言っておった。ウヌこそが我ら兄弟の中で最強の北斗に近づける男。龍拳はそう考えたのだろう。だが俺が求めるのは北斗をも超える最強。それこそ絶対であり覇者たる者の剣。ケンシロウ、しばしウヌとの勝負を預ける。何？ユリアを救いたければ救うがいい。それはなんとの究極奥義を求める俺にとっても好都合。ならばこの剣を、最強の北斗と何との究極両方とも飲み込んでくれる。最強の北斗を倒すのはこのラオ。ケンシロウ、覚えておくがいい。
ちょっと待てよ、ケン。あの巨王が名代様だってのか。俺はそう思っている。本当なのかよ、それ。じゃあどうして名代様はエデンを攻めるような真似を。あれは信仰という名目で定期的にエデンの様子を探りに来ていたんだ。様子を探るって何を。スフィアシティの謎が守られているのか確認したかったんだ。そうか。いつ核ミサイルの発射施設ってバレるか分かったもんじゃねえからな。名代はスフィアシティの扉が閉じたことを知っていた。ミサイルが発射するまでの残り時間を確認するためこれまでにない大規模な進行をしたんだ。では先日の進行もそのために。だけどもよ、様子を見るためだけに名代様は巨王軍を作ったっていうのかよ。もともと巨王軍はエデンを狙う野党の集まりと聞く。奴らを自分の配下にしておけばエデンへの脅威もコントロールできると考えたんだろう。なんてこった。父が生きていたなんて。私はてっきり死んだものとばかり。貴様、俺は今から巨王に会いに行く。巨王、いや名代を説得すれば起動した核ミサイルの発射を止められるかもしれん。そんなもんどうやって止めるって言うんだよ。いえ、可能かもしれません。剣王様の話では父の剣で扉を開けられると言っていました。父さえ協力してくれればスフィアシティの扉は開けられるかもしれません。ああ、そして俺が奇跡の間で眠るユリアが目を覚ます前に連れ出しミサイルの発射を止める。確かにそれなら止められるかもしれねえ。今日の根城はどこだ。知っていればこっちから攻めるさ。そうか、何か手がかりでもあれば。しかし今までの進行頻度からそう遠くない場所だと私は睨んでいます。町で情報を集めてみましょう。城門を開放したことにより外の人々が多くこのエデンに集まってきています。何か知っているかもしれません。ああ、
貴様様は頑張ってるんだろうな。役者どもの好きにはさせん。レッツハリア。
You're doing great.
はい。よっ。いや。いや。貴様。俺は天才だ。お前はもう死んでいる。北斗、百裂拳。お前はもう死んでいる。ありがとうございました。
生、どうぞ。いた。お一つどうかね。
いや、八門九段。
死聖典。
今日はどんな戦いが見れるんだ。